皆さんこんにちは、みすずです。さて、もうすぐ6月ですね。今日は6月から9月が旬のお野菜、さやいんげんを使ったレシピをご紹介します。シャキシャキ食感のさやいんげんは独特の歯触りとほんのりとした甘みが美味しいですね。緑黄色野菜の一種で、ベータカロテンやビタミン C、ビタミン E など栄養素も豊富に含まれます。今日はそんなシャキシャキ食感をお肉と一緒に楽しむさやいんげんの肉巻きをご紹介します。断面に鮮やかな緑色が綺麗なので、お弁当おかずにも向きますよ。今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。また目次は概要欄に貼ってますので、お急ぎの方は必要な箇所に飛んでくださいね。字幕もつけています。今日の流れ3ステップ。今日はまずさやいんげんを下茹でします。次に肉巻きを作ります。最後に焼きます。周りを焼いてから調味料を加えて蒸し焼きにして中まで火を通します。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ2分の1量の栄養素になります。詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますね。材料はこちら。豚肉はバラでも細切れや切り落としでもいいですよ。玄米粉は玄米をひいた粉です。代わりに薄力粉や米粉、片栗粉などでもいいです。お砂糖みりんなしでほんのり甘くするために黒酢を使用しています。なければ黒酢はなしでもいいですし、代わりにみりんや砂糖を加えて甘みをつけてもいいですよ。また今回はさやいんげんのみ巻きますが、ここにスライスチーズを加えたり、えのきや人参など一緒に巻いても美味しいです。では作り方を説明します。まずはさやいんげんを下茹でします。たっぷりのお湯を沸かしましょう。お塩を大さじ1/2杯程度加えます。洗ったさやいんげんを加え、だいたい30秒ほどさっと茹でて取り出します。湯を切りましょう。すぐに冷水に取ります。水から引き上げてヘタを切り落とします。さらに長さを半分に切ります。肉巻きを作りましょう。動画ではロースを使用しています。薄切り肉を1枚広げ、もう1枚を少し重なるように並べます。塩ひとつまみを振ってさやいんげんを 4、5本乗せます。端からくるくると少しきつめに巻きましょう。残りも同様に作ります。豚肉12枚を使うので6本の肉巻きを作ります。周りに接着剤代わりに玄米粉をまぶします。これは薄力粉や米粉でもいいですよ。余分な粉をはたき、全体に粉をまぶします。では焼きましょう。フライパンを熱してごま油を入れます。肉巻きに粉をまぶしたので、油が少し多めに必要です。巻き終わりを下にして並べ入れましょう。中火で焼き付けます。焼き色がついたら向きを変えます。全面に焼き色がつくようにコロコロと向きを変えながら、トータルで4分ほど焼きます。赤い面をひっくり返して全体を焼いていきましょう。全部の面が焼けたら、余分な油はざっと拭き取ります。フライパンをきれいにします。調味料を加えます。酒、黒酢、醤油を加えて蓋をします。みりんや砂糖を加える場合もここで一緒に加えてください。肉巻きは中の方のお肉が生焼けになりやすいので、蓋をして中まで火を通します。弱火にして5分ほど蒸し焼きにします。蓋を開けて調味料を全体に絡めます。これで出来上がりです。とっても美味しそうにできましたね。器に盛りましょう。付け合わせはレタス、キャベツ、きゅうり、トマト、大葉です。フライパンに残ったソースをかけます。さやいんげんのシャキシャキとした食感をぜひお楽しみください。また今回は酒、醤油、黒酢を使っていますが、ポン酢や焼肉のタレなどお家にある調味料を使用したり、塩味で食べても美味しいですよ。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はシャキシャキ食感が美味しいさやいんげんを使ったレシピをご紹介しました。さやいんげんの肉巻きです。
今回はさやいんげんのみですが、ここに一緒に人参を巻いたり、えのきを巻いたり、チーズを巻いたりしても美味しいですよ。また焼くのではなく衣をつけてフライにするのもおすすめです。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、またツイッター、インスタグラム、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。